はじめまして。それではさ語りましょうか。なんだせ非現実に混ざる甘い果実、またさ語りましょうか。なんだせ。そうだよ。そんなの嘘。おかっぱは赤いスカートは、ああそういうの最近入らないんだよね。はやり花子くんって呼んでもいいよ。それじゃあお名前と願いをどうぞ。意外と単純。俺の力を借りるからには相応の代償を支払ってもらう。人知を超える力を欲すればそれだけ代償も重くなるんだ。つまり誰でもいいんだ。そう、これと一緒に社が作ったものを先輩に送る。名付けてプレゼント大作戦。そのまんま。せっかくなら生かしたいじゃん。おい誰か怒ったぞ。向こう階段だけど大丈夫か。あれ私誰か向かってる。ちょっとエロい。えつかなかったんだね。なんで来たね。人面魚。これが人魚さ。眷属になった社を迎えに来たんだ。でも困るな、営業妨害だ。泣いても無駄。これが会に関わるってことだ。言ったよね、使うなって。せっかく忠告してあげたのに。払ってもらうよ。労働力は？ヤシロのエロ大根。誰でもいいから両思いになりたいだっけ。ダメ。優しくするからさ。ヤシロはエラ呼吸が恋しいんだね。おいで白状台、魚の餌を買いに行くね。ありがとう花子さん。放課後誰かと一緒に何かしたり、どうでもいい話したり、そういう友達っぽいの。なんだろう、懐かしい。あの少年は源家の人間だね。源家？払うね。君には無理だと思うけど。直接触れるとはとんだ間抜け野郎だぜ。これ以上花子くんにひどいことするなら私怒るんだからね。やってもあいつは超超悪い怪異で、その学園のためにも払っとかないとっつうか。この役目を全うできれば俺の罪は消えるって。だから払われるわけにはいかない。ねえ、その手痛くないの？ねえ少年、俺この杖欲しいな。そしたら見逃してあげてもいい？俺の勝ち。期待してるの？てんめえ、うちの組の横尾と佐藤どこやった？ちょっと落ち着いて。てめえの仕業に決まってやがれ。どうな噂流行らせやがって。大丈夫、ちゃんと助けるさ。なんだよ、これからがいいとこなのに。そんなとすけめ野郎、てめえ先輩を教会に連れてくつもりだろ。まあそうだけど。いいけど。肉片になっても知らないよ。ずいぶん好き勝手してくれてんじゃん。ほうがずっと記憶に残るだろ。試してみたいなら止めないけど。ひとまず、何も言わなくていいから、ね。やしと、もしもし。急いでね。じきに。いや、二番。久しぶり。俺のこと覚えてるよね。なんか？二番の苦手なもんとか弱点とか。あるよ。この教会の最新部。チューしてほしいの？
明日の放課後、実習園のでっかい木の下に来てくれない？ああ、帽子を取ったら急に背が伸びてイケメンになったりしないかな。いや、来たね。俺と付き合って。早く。ごめんなさい。助手がいて助かったよ。君はカップルの前にしか姿を見せない怪異だからね。あ、本当の告白じゃなくてがっかりしたんだろう。お前だ、なんでほっぺにチューなんてしたのよ。それはヤシロが疲れてたから。泣かせるつもりじゃなかったんだ。初めて普通の男の子に見えた。それで気づいてしまった。っていうか、相性なら好きな人と占いなよ。源先輩とかさ。ん？よりしろを壊せば別だけど、どうもここにはないらしい。じゃあどうすんだよ。精子のない世界では諦めの悪いやつが最強なんだよ。なんでも。花子くん。いや、冗談だよ。もう死んでるし。でもさすがにきついね。どうすれば。はい。彼女？三崎階段の正体。きつめんどんだけ。元気の出るおまじない。はい、お二人さん。別に。何なんだよ。いじめちゃダメ。もう二人とも仲良く。はい、リーダーなのは本当なんだ。そんなわけで、仲良く学園の平和を守る俺たちなんだけど、二人が秘密を話せなかったらどうすんの。俺と喧嘩する？俺？土ごもり、俺の秘密知りたい？二人とも、そんなに俺のこと知りたいの？ドーナツ。ゆげ。聞いてんのか？本物って言ったら信じる？いや。だよね。38万キロメートル。俺はあるよ。月ってでっかくて綺麗じゃん。だから、なんかすげえいいとこな気がしたい。なら、一個だけわがまま聞いて。でも、もうどこにも行かないって決めたから。続くはずの未来を断ち、あの時の言葉通りどこへも行かずここにいる。今でも七不思議七番目の怪異として。よっしゃー、こら。ヤシロがさ、なんとなく変なんだけど。だよね。なんか最近変じゃない？いいことじゃない。つまんないよ。どこが作れんの？俺に？マジで？やったー！そんなに嬉しい？否定はしないけど。だからこれからも一緒にいる。何の会議だか知らない。大事な話してたんだから。少年。好きだよ、あまね。困った女子だね。見覚えのある扉をね。ただし、危ないところに繋がっている場合もあるから。誰？泣いてたの？おかえり、よしろ。
七不思議三番だと？そうだよ。下手に俺が行くと強化しちゃう可能性が。とりあえず中の様子だけでも分かればいいんだけど。だって、うん、社がさらわれてから2時間くらい経つのに、うん、3番の教会に行けないんだよ。うんうん、怪我してたりしたら困る。俺の助手なのに。これは、うわ、なんか小切れになってんな。うるさい。ちょっと2番に似てるよね。おう鏡野郎、ぶっ飛ばしてやら。つかさ、おい、この場所はもう蜜葉の教会。ここでなら蜜葉は最強なんだから。そこの3人、大根先輩はいいとして、って何言わせんだよ。いる？やんなよ。どうしたの？嘘だと思う？心配もしてたのに。七番様。ヤシロは俺のことが好きなんだから。お刺身にしちゃうよ。言おうと思ってたけど、ずっと言ってなかったから。俺、女の子に好きって言われたの初めてだった。俺のことを本当に知りたい。それまでは俺の助手でいてね。いや、ヤシロ。